とミオに聞いてみる。ちょっと全然携帯触っても携帯触ってなかった。37分までしたらいいんだね。ちょっとみゆちゃん今頑張ってやってるからゆっくり待ってよ。ボムさん、ね、本当だ。嬉しい。ありがとうございます。あ、来た熊タワー。ひなじいさんありがとう。唇一緒やった。できた。お疲れ。ありがとう、嬉しい優しい。頑張ってるね。そう、いつもこうやって褒めてくれるんですよ。あ、イエーイイエーイ。にもお疲れ。ありがとう。今日どんな配信 してたの？なんかスケジュールはね、見たよ、あのやつ。朝やって、うん、昼じゃない、さっき夜7時くらいから、うん、なんか携帯の D 払いの話して、うん言われて、ちょっとコーナーして、うん、今に至る。あーね、いやなんで D 面白CM がめっちゃ私好き、 D 払いの。なんかどうでもいい話していい？あ、全然どうぞそのさ、新作の冷蔵庫ね、うん、買って、その D 払いにね、お金を、うん、その移しちゃったんだよ、うん、そう。でもなんかそのD 払いが使えなくなっちゃったんで、でもお金移動させちゃったから、そのお金どうしようと思って、うん、結構高額だから、それを通帳に戻せないかっていう話へえ、やばい、大変だ大変だ、そうね、だったんだ。なんだ、冷蔵庫とか。そっか、なんかそういうことさ、全然したことないから全然わかんない私、うん、偉いね、大人だね。なんか頑張ったね、ファンの方とかさ教えてくれそう、なんかこうしたらいいんじゃないみたいな、うん。いや、ミスってこんな感じなの、うん、ショールームどんな感じ、いつも。ショールームいつもこんな感じ。うん、韓国語喋ってる？え、全然、最初だけ喋ってる、うん、なんか挨拶だけやってみて。なんで？やば。いつもやってるのは、うん、アニャセヨニハオチャオバンソディカーサマトマラ、皆さんこんばんはっていうのを最初にやってる。なんか今日大人だね。大人なんだけど。大人？うん、見た目が？話し方が？どっちも。どっちも？うん。やば、今日ずっとさ家でさ、うん、今日家だった、ずっとずっと家だった、うん、でさ、そうだったんだ。ずっと一人で黙々となんかゲームやったりいろいろしてたから、うん、落ち着いてるのか精神がそっかそっか、精神が落ち着いてんのかも。そうだったね、うん、ね、君朝から忙しかったもんね。うん、バタついてた。でもなんか、うん、めっちゃ落ち着いたから、うんうん、楽しみにしてて。楽しみにしてる、うん、はい、泊まりしたいね。なかなかないけど、ね、やっぱさ、ホテル生活してた時はさ結構、うん、一緒に泊まってたじゃん。うん、懐かしいね。ね、懐かしいね。タコパとかしたよね。したえ、これまで話したことないよね、多分。ない、タコパしたことないタコパ話す内容話す。タコパしたんだけど、うん、
分量間違えて、そう、なんかホットケーキみたいな、そう、水の量が少なくて、そう、ほわほわの、そう、硬い、なんかベビーカステラが、うん、たこ焼きになったっていう、うん、あ、ホテルでたこパじゃないです、うん、そうそう、でね、私の家で前だったんだけど、そうなの、めっちゃ爆笑だった、うん、ほわほわの、うん、そう、柔らかいやつ想像してたけど硬かったよね、パンケーキみたいな、うん、うん、固めのなんか、でもちゃんと食べたよね、みんなで、え、食べた食べた、ちゃんと食べました、めっちゃお腹に溜まった、エリカとリラが作ってくれたね、うん、え、そうで器もなんか全然ちょうどいいの見つかんなくて、うん、めちゃめちゃなんかでかいやつ、私もなんだろう、うん、これ使ったことあるかなぐらいの器を2人が見つけてくれて、それでやってくれて、すごい2人が作ってくれたさ、そう、まあ、でもセリカやっぱ手慣れてたね、うん、でもリラもたこ焼き作るの好きなんだって、うん、ね、あのさ、ひっくり返すのリラが上手だったね、なんか職人ですかってぐらい二刀流だったもんね、うん、プロみたいだった、うん、ほんと懐かしい、そう、何もしない組今日そう、あの二人がね率先してやってくれてました、うん、ただできたものを食べるだけ、え、そうそうそう、あ、でも洗い物とかした気がする、あ、そ、あ、そう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 、切った、あ、そう、ゆうな切ってた、うん、しかも リラもその洗うときユナと一緒にやってなかった？うん、やってた。ね。なんか私が多分一番何にもしてない。部屋だけ提供した。うん、場所だけ。場所提供。場所提供。場所提供担。うん。うん。難しい。難しいね、本当に。楽しかった。もう最近だともう。3時間くらい喋ってたよね、うん時間くらい公園でね、うん、うん、喋ってました、そう、いろいろね話しました、結構でも、うん、長時間喋るよね会うとき、確かに、うん、なんか溜まって、うん、話すって感じ、うん、でも最近 LINE で結構定期的にさ、あ、してる、今日何したとか、うん、なんかみゆが結構 LINE 苦手って言ってたけど、え、そう、なんかね、すごい続けてくれてる多分話そうと思ったら話せる人、うん、なんだなって思った最近、うん、よかった、そう、すごいさ、みゆのファンの方がレインボースターくれた、うん、わ、ありがとう、おめでとうありがとうございます。ニューディー。ありがとうございます。ニューディー、ありがとう。ニューディー。カムサムニダ。カムサムニダ。カムサムニダ。よし。そう、あ、ボム。え、そう、ボムさんがそうかさ、ね、そう、嬉しいね。反応してくれてた。だよね。ね。応援してくれてる。嬉しい。2人ね、ユーナが1個上です、そう、年はあんまり変わんないけど、うん、だって3日とか4日の違い、うん、4日か、4日の違い、そう、科学先生さん、あ、いつもね、メンバーとコラボするとね、うん、しかもメンバーがイベントしてたりすると、うん、応援的な感じで投げてくださる方、嬉しい、すごい、タワー分投げてくださってる、うん、感謝、ありがとう、イエーイ、嬉しい、ね、あと何日だっけ、ビス、あと3日、3日か、わー、やばい、だ、でもその最終日がさ、公演でできないのね、うわ、そう、だからさ、うん、不安でいっぱいなのよ、そりゃそうだわ、不安だわ、最終日絶対すごいね、やばそうだよね、最終日の1分間だっけ、
いやもうやばそう。すごい時間ない。うん。もうあこんなんだよね。わーみたいな。すごいね。それえ前回のそれそう。そうだ、ビスの時私も前回すごいなんか最後が怒涛だった。なんかファンの方がすごい本当に大丈夫ってぐらいそうす見ごていくよださっね。てた。だからイベントってマジ何ね、があるか分かんないなっやばい、て。ユーナの不安をもっと募らせてる今。そうだからもう本当最終日の最後の最後ができないからさ、なんか、うちがこのそのポイントだったらこんだけポイント積めばさ、あ、本当に抜かせるなってなっちゃうじゃん。確かにね、怖だからもう、っ。1時間もできないの？え、そう、公演、だからなんか聞いたんだけど、もう公演が7時から8時で、で、このイベントも8時、7時59分までで、公演のちょっと、終わりにはできないですか？みたいな聞いたんだけど、ちょっと厳しいですって。え、でも絶対できる時間あると、あれできばるいいかね。な？あとね。数分だけでもしますって言っそう、て。ちょっと残しておきたいんだよね。ね。できたらいいな、それは。でもなんかみんな頑張ってるからさ、何になってほしいっていうのが本音。めっちゃもう引いちゃってる。引いいやちでゃっても、ます、頑張みってんるな。ね、いやでもそういう気持ちになるのマジでわかる。なんかこういね。う時毎日さ、なんか服とかさ、ちゃんといろんな、なんか毎部いろんなやつ着てみたいな、とかメイクいろいろやってとかさ、すごいやってる子もいるから。そうなんだそよね。頑張ってる子いっぱいいるから。うそうなんだよな。そう、そうだ、そう、イベントが19時59分までだから、確かにそうだ、そうだった。あ、それかわいいコップだ、いい300な。年 300年。それいいなって思ってた。かわいいよね。でもなんかかわいい。夏って感じ。え、確かに、スタバからも似たやつ出てた。嘘。ほんと、スタバって名前入ってた。かわいい。ロゴ。それにプラスで、かわいいじゃん。そうかわいい。そう、3コインズすごい有能じゃない？で何でも揃うよ。しかも最近かわいいやつ多いね。めっちゃかこのわ前いいやも言ったつ多けい。どいっぱいあった。ね、買わないけど見てる。ね、見るだけ満足するよね。見るだけで満足。やば。緊張ねえ、する。緊張してるよね。口じゃない、顔が赤いね。口顔。緊張する。なんかさ、普通にミュートプライベートで話すのはなんか全然緊張しないけど、なんかあんまりミュのファンの方の前に現れたことない気がするから 緊張しそてんる。なみんなそうやない？緊張してる。ね、やば。私も緊張する。ユーナのファンの皆さん。え、ユーナのファンの方、ないっけ？なんか名前出すのはあれか。けどなんかユーナの名前が入った、私とユーナの名前が入ってるファンの方いる。嘘。ほんと。本当に？二人押してくれてるってこと？のかな？そう。嬉しい。浮気してるのか。どっ攻ちめるか。ね。そうなんだ。ね。嬉しい。でもファンの方でさ、ユーナ見るのレアって言ってる人いる。やっぱそうだよね。やばい。仲いいですよ。どうも。いろいろ話させてもらってます。マジで距離縮まったよね。え、縮まってると思う。
びっくりするぐらいね。そう、リラが大きかったんじゃない、なんかユーナと話すようになったの。うん、確かにね。リラとセリーが結構、うん、レアホテルにいることが多くて。あ、そうそうそう、そこに行ったかな。そう、そこにユーナもいることが増えて、うん、でもセリカと見ると、うん、3人で映画とかも行ってるし。そう、なんかユーナがユーナと仲良くなる前はなんか 3人みたいな、うんうん、3人で、でリラとユーナは仲良かったじゃん、うん、でセリっていうのも仲いいじゃん、うん、私とユーナが初期の頃なんかよく一緒にいた感じだけど、うん、そっからね一緒にいる時間なんか減って、うん、で3人でいたんだけど、ユーナが増えてなんか4人偶数でちょうどいい、ね、からいろいろできた。え、覚えてる、ね、最初さ、うん、仙台のイベントかなんか行った時に、ね、そう覚えてる覚えてる覚えてる、めっちゃ覚えてる。つむりと、うん、私とミュウで3人で泊まってた、うん、1個のベッドで。そう仲良すぎ。しかも私さ、ツムとさそんなさ、うん、あのなんやろ、めっちゃ仲いいじゃなくて、うん、普通にメンバーとして、うんうん、まあ、なんか普通に話すぐらいだったの、うん、ユーナの力よね、3人で。なんでだろうね、そう、なんでだったんだろう、不思議。でもさ、うちもまだほんと入りたてだったからさ、うん、多分入って1ヶ月も経ってないくらい、うん、にそんな状況だったから、うん、仲いいなって思った。全然記憶にないんだよね。なんでだったんだろうね。そう、何喋ったかとか全然覚えてなくて、うん、けど私は普通になんか、うん、なんか途中で入ってきたじゃん、うんうん、でなんかめっちゃドラえもんみたいな口ちょっと笑ったら今でも、ね、うん、口がね、もう今あんまなくなったよね、うん、昔に比べたらすごいなんかうみたいな、そうめっちゃ可愛くて、うん、でなんか一人で不安そうにしてたから出た、ね、そう気になってただけだった、うん、優しいね、懐かしいめっちゃ、うん、それが一番の思い出かな、最初の印象的、うん、私言うのもっとこんな子だと思ってなかった最初。みんないいよね絶対。いや逆にどんなイメージだった？え、すごい、うん、あのぶりっ子なのかと思ってた。うん、思ってた。でもめっちゃ猫かぶってたと思う、うん、最初。え、うん、すごいね、うん、なんか声も高いし。うん、高かったね。ずっと笑ってるし。うん、あと服もめっちゃ黄色やった。元気だったよね。元気だった、元気だった、中学生って感じ。なんかしかも流行りのなんかもの全部取り入れてる感じ、うん、してた。確かに、そうだったな。うん、ミユの印象は、うん、はい、すごい真面目だったかも。嘘。うん、真面目なイメージ。意外、みんな大体天然とかでやっぱ第一印象、うん、確かすごい真面目、うん、なんかすごいずっとダンスやってるし、うん、なんかダンスやってる時の顔が超真面目だった、10年桜の時がね、悪魔の合宿、うん、でもさ次のさ、うんうん、ジーダスの時も一緒にいたよね。いた、いたよね、写真一緒に撮ったよね。撮った、なんか芝生で寝転がったり、なんか目つぶって撮ってた。そう撮ったり、なんかなんだっけ、この綱渡りみたいなのに二人で乗って、うん、誰かに撮ってもらったり、うん、したした、懐かしいね。ジーザスの時メイクとかもあった。あったね。ね、全然メイクできてない気がするけど、ね、メイクめっちゃ朝早かったよね、あの時。早かった、ね、そんな。お買い物、2人でお買い物したこと1回ない？買い物流れで、あ、多分セリとリラもいた、うんうん、かな、うん、うん、
なんとか言って、うん、うん、なんかちゃんと出かけるってのはまだないかな。え、ないないない。でもこの前公園で3時間話したのが結構、え、そう、レアでかいか、でかいですね。2人でユニット、ユニット名、コンビ名なんですかって迷った。コンビ名ね、なんだろうね、考えてる？うん、考えてるよ。考えてないでしょみたいな言って。考えてるよ。うん、みゆな。みゆな。なんか、いるやん、うん、そういう子、名前で。うん、みゆちゃん。うん。うな。本当だ、ちょっと待って、私とみんなのファンの人いる。え、でしょ、いた、でしょ、見つけたね、でし、みゆゆな、みゆゆな、みゆゆな、ゆな、ゆなみ、ゆなみ、ゆなみ、うん、何がしっくりきた。みゆゆな、うん、かみゆな、うん、めっちゃ短くなるしかもゆうな要素がさ、なしかなくない、うん、まあ、うま入ってるけど、何がいいかな、何がいいかな、なんかさ、うん、鶏ももとかめっちゃ私好き、ああいうの。なんかしっくりくるよね、すごい。うん、めっちゃしっくりくる。わかる。そういうの見つけたい。ね。タオウナ。タオウナね。ミウトリ。うなおやばい。うなおやばい。強そう。下取り下取りタオットリウケる、トリミュウ、うん、ミュウとトリなんか相性悪いな、ね、そうね、桃取りはちなみに大西桃香ちゃんと服部優奈ちゃん、そうそう、ハッタオハッタオスみたいな、ハッタオかわいいね、かわいい、ハッタオ、ハッタオかわいいね、うん、下取り下取りしますよって、下取りしますよ、うん、おっとりしっとりだんだんもうギャグになってきた、ね、面白い、しっとり、しっとりかわいいよ、しっとり、しっとりかわいいね、しっとりにします、しっとりしようじゃやった、決まったよ、うん、しっとり、しっとり、いいね、しっとり、しっとり、公園出たいね、うん、出たい、あやね、あやねちゃんとゆうかりん、ゆうかりんか、うん、今のところね、ね、ゆうなぐらいじゃない、もう2人とやってるの、うん、多分今月一番出ると思う、公演、すごい大人気、レッスンの時たまたま一緒にいたんですけど、うん、三角関係やった、ね、ザ三角関係、そう、取り合い、取り合いやった、取り合いされてた、うん、うん、バルキー可愛いね、あの二人の、うん、二人とも可愛かった、似合ってるよね、うん、多いもん、そう、あやねちゃん可愛くて、ユーカリなんかセクシーみたいな、ジャンル違って、うん、可愛かった、可愛かったね、可愛かった、なんかすごい、うん、私が電波悪い、嘘、そんなことない、聞こえづらい？いや、止まっ、ミユが固まったよ、嘘、皆さん固まってます、私今治った、治った、今治った、なんで、うん、かこれ、ね、うちの問題かな、私の方はユウナ普通に動いてるよ、ほん
確かに。え、私かな。でも見えてるって言ってるわ。あ、見えてる？大丈夫かも。あ、見えてるらしい。ありがとう。と。じゃあ君だね。私の Wi-Fi だね、これは。うん、すいません。うん、なんでやろう。コラボ配信でびっくりしてんのかな。なんか質問ありますか？うん、皆さん質問。気になる方。去年、ビスやってた？うん、ビスやってた。惜しかったんだよ。あとちょっとだった。嘘、惜しかったの、見よう。惜しかったの。AKB で1位になって、うん、最終選考に進んで、うんうん、で落ちました。うわ、そっか、そう、頑張ったんだ。ひなたちゃんだった。そう、あとちょっとだったのに。そういうことか。そう、頑張ったんだ。うん、だった。懐かしいね。でも1ページだけ載せてもらえて、うんうん、いい。そう、新しい感じだった。またうん、お互いのグラビア見ての感想いいですね。あの、言うのもね、あるところちゃんとあるんですよね。細いのに、いや、細いのに、うん、あのお尻とお胸、うんうん、あと足もさ、ちゃんとなんか、うん、欲しいぐらいあるじゃん、うん、だから私は好きだった。うん、嬉しい。なんかいいなって思った。本当？うん。でもお腹が細すぎて心配になった。ああ。こんな細かったんだって改めてなんか。なるほどね。うん。お腹がすごい綺麗だね、しかも。うん。ありがとうございます。照れちゃう。うん。そう、男性の方も好きなんじゃないかなって思って見てました。じゃあ見るのは。うん。見るの体はザ女性って感じで。うんうん、なんかすごいさ、ほっそりしてる人とさ、うん、まあ、肉付けがある女性に分かれると思うのね、女性って、うんうん、で、うちはすごいグラビアが好きなんだけど、うん、なんかそれこそミュウのスタイルを見て、あ、もうグラビアってこれなんだなっていうのを思ったの。そうで、なんか、うん、普通にミュウのこと太ってるとも思ってないんだけど、うん、なんかこんななんか肉付きが程よくあって、うん、なんかエロく見えるのってすごい才能だなって思った。そうで、なんか自分も確かにずっとグラビアやりたいって言ってて、うん、なんかいざやって撮ってもらってみると、うん、なんか自分ではこうなんかつけるとこつけてたり食べてたりしてても、うん、なんかつかなかったりとか、うん、なんかそれこそなんかファンの人に心配されたりとか、うん、なんかまあ、あんまり良くなかったっていう意見もちょいちょいあったの。なんかストレートに言うと興奮しなかったみたいな。それさ、言わないでほしいよね。いいじゃんが、まあ、あって、うん、まあでも確かに、すごいわかるの言ってること。自分もグラビア好きだからこそ、わかってて、うん、やっぱ見るのを見ると、わあ、なんかいいなって思う。ナチュラルなエッチ。ナチュラルなエッチ？うん。ありがとう。なんかこの日常からあんまり感じられないのさ、うん、ああ、まあ、服着てるもんね。そうそう、服も着てるし喋り方もそうだから、うん、なんか踊り方もなんかそんなエッとかじゃなくてかっこいい方じゃん。うんうんうん、だからなんかそんな、そう、素振りがないから、うん、すごいなんかギャップもすごかった。うん、だからもうとにかく素敵です。もうありがとうございます。なんかほんとね、あの肉付きが良くて、うん、なんか多分一番なんだろうな、一般的な体型だと思うの、うんうん、私でも48グループの中で、うんうん、そう、なんかめっちゃ心配されもしないし、うん、なんか太りすぎたら注意してほしいんだけど、うんうん、だから本当そこのギリギリだから、うん、個人的になんか衣装着てもね、うん、なんか大きく見えたりするの私だけ、うん、なるほどね、みんなよりも、うんうん、そう、体格よみたいな、うんうん、やばいの痩せないとみたいな思うことが、うん、やっぱ選抜のお仕事でも多いんだけど、そうだね、うんうん、なんかそのグラビアに関しては逆にそのね、脱いだ時に、うん、なんかやっぱ太ってないけどちゃんと
あるよねみたいな感じだから、うん、嬉しい。すごい。でもやっぱ健康的だから、うん、嬉しい。やっぱ向いてる。うん、向いてるのかな。向いてる。そう。でも最初ね、なんかね、男性だけみたいなグラビアって、でもさ、うん、女性から見てもなんか好かれるようなグラビアしたいって思ってたからね。そうなんだよね。そうだからメンバーにね、そうやって言ってもらえたらね、すごい安心する、うん、すごい。なんかあやねちゃんとグラビアの話いっぱいするんだけど、うん、あやねちゃんも好きそう。もう2人でね、マジ2人でラホタムにいつも話すんだけど、うん、2人の話聞きたい。最高って言ってた。あやねちゃんもこうやって経済拡大して、うん、見るとやば、もう下をも仰天、もう最高って言って、ガチすぎる。そう、2人で褒め合ってるから、うん、もう自信持ってください。はい、頑張ります。私は、ね、仰天の体も好き。うん、仰天もいい。うん、うん、いいよね。どっちもでもなんか似てる、うん、あ、そう、多分お肉のつき方が似てるのかな、うんうん、だと思う。うん、かも。うん、ごめんね、お肉お肉って。うん、うん、全然あるとこはあった方がいいんだよ。そうね、あるとこね、うん、でも難しいよね。なんか女性が目指す細さって、うん、一般的に目指される細さってね、うん、また違うやん、うん、だから難しいところだわ。ないものねだりだよね。え、ほんとそれ、ほんとそれです。そう、なんかもう気持ち悪いこと言うけど、うん、美味しそうな感じが本当にいいのよ。コメントにもあるんだけど、うん、一応まあ太ってたら言ってね、いつか。分かった、太ったよって。でも気になったことないよ、ね、あ、ありがとう、うん、顔につかないんだよね、あんま、うん、いやでもやっぱ、うん、なんかお肉ついてる方がいいと思う、うん、それなりにあった方が、うん、ね、いっぱい喋ったね、これで。え、それグラビアの話でこんな話すとは思わなかった。、ね、すごい盛り上がったけど、だってもう23時21分だよ。やば、あと10何分、16分くらい。16分、うん、うん、あっという間だよ、ね、16分。あ、そう、皆さん、そうだ、発表してた時間よりもちょっと長くしてます。あ、そう、ごめんなさい、はい、ちょっと出ました。はい、なんかミュウのファンの方からさ、はい、うん、質問ないの。2人への質問ありますか。こんにちはよ。韓国の方だけじゃないからね。うん、まあ、そのいつか2人でグラビアはしたいです。したい、したいですよ。うん、やば、うん、日本から見てますって爆笑。そうだよね、ごめんね、そう、日本人の皆さん、すいません、どうも。なんだろうね、うん、今日の服の色は合わせてません、ちなみに。たまたまです。たまたま、もう部屋着ですね、はい、たまたまです。二、うん、人の共通の趣味はって。趣味ある。趣味何。趣味、うん、アニメ、あ、映画ドラマ見ること。うん、はい、ミナが、うん、ミュウに鬼滅見てって言って、うん、リラが見たじゃん。うん、見た。でうちは絶対鬼滅見ないって言い張ってたの。絶対。なんでさ、1年前に絶対もう鬼滅は見ないって言い張ってたのね、うん、でなんかもうリラが見てて、うん、なんかリラが映画行きたいみたいになったの、うん、だって私ね、その時付き添ったんだから。マジで。見て、うん、はいはい、今開いてって言って、はい、1話見せられた、見せられたって言ってて、1話から6話まで一緒に見て。一緒に見て、そしたらもういつの間にか時間経って、うん、面白いからあとはもう見るわってなって、そうで、ね、なんか多分その時うちが実家帰ってたのね、うん、で帰ってきたらもうリラもずっと鬼滅見てて、うん、と思って、でなんかもう映画見に行きたいから、
なんか近いうち行こうみたいに言われて、うん、え、その映画ってさ、アニメ未来で分かるもんなのみたいな、うん、言って、いや、分かるんじゃないみたいな言って、でもなんか悔しくなっちゃって、うん、映画行くってなった前日に、一日で全部見て決めて、うん、え、すごい、えら全部見て、次の日映画見て、うん、もう号泣。あれさ、うちのママさ、アニメ見てなくても映画見ただけで泣いてたね、らしい。すごいなんか面白かった、うん、アニメをさ見たことがなかったから、あんまり、うん、なんかあ、こんな感動するアニメってあるんだと思って。いや、いいよねマジで、うん、でもね、もっと紹介したいよ本当、うん、あ、なんかね、リエが言ってた、え、わかんない、名前出してるのかわかんないから、ちょっとなん、あ、あ、うん、私がおすすめしたやつでしょ。でもちょっとね、あのリラからの要望も要望だったからね、うん、君たちのね、なんかこの2人のちょっと共通がちょっと面白いんだよね。もう熱い、そう、その2人ちょっと面白いんですよね。そう、そう、毎日かね、こういうの笑い話としてね、聞けたらいいなとは思うよ。回ってくるんだけど、うん、ちょっと気になってる、うん、絶対なんかゆうちゃんも好きだと思うよ。紹介するわ。あ、でも知ってるんでしょ、うん、名前知ってる、知ってる、うん、じゃあなんとかの勘とかでしょ。そう、全部ね、一つも入ってない。なんとかの勘。そう、そう、あれ面白いんです。一気に私見た、あれ、うん、楽しみ、うん、楽しみに。あ、でも最近のね、おすすめあるよ。話してじゃん。あれおすすめだよ。あのね、え、聞いたことあると思う。って言って出てこないんだけど、なんだっけ。なんだっけ。皆さん、うん、皆さんわかります？みんなに喋ってる。みんなに喋ってる。みんながちょっと言ってくれないかな。有名？有名。最近ね、うん、あのその作画したものとか、うんうん、紙とかの展示会とか開いてたの。そうなんだ。そう、みんなわかる？気になる。そう、私最近作者さんもね、フォローしたの。けど覚えてないよね。うん。なんだっけ、ど忘れした。あの名前の掛け合わせたタイトルなんですよね。全然わかんない。マジで？ホリミヤ知らない？うん、いいよあれ。どういう話？なんか結構リアルなラブコメって感じ。うん、恋愛好きだから、うん、ああ、じゃあ絶対好きだと思う。気になる。うん、東京リベンジャーズ、東京リベンジャーズさ、うん、私まだ全然見れてない。めっちゃ流行ってるらしいけど。面白いんでしょ。そう、面白いらしい。映画もやってたよね。呪術廻戦も見てない。やばい、え、出た。私もこれだけ知ってる。これしか分かんない。できてないし。そうか。これだけ知ってる。うん、ファンの人に教えてもらった。へ、うん、一番アニメじゃん。アニメ意外かも。なんか出たっけ。本当に、うん、思ってなかった。うん、なんかあんまそういうイメージ持たれてないと思う。うん、でもね、趣味がさとちゃんと、ま、めっちゃ同じで。私そうなんだ。そう、最近この前発覚したの。へ、そうなんだ。そう、タイトル上げたら全部さとちゃんが知ってますみたいな言ってた。言ってた。だから今度話せそう。さとも好きだもんね。うん、さとちゃん好きだよね。うん、まほちゃんもさ、すごいよね。うん、なんかグッズ集めたりとかすごい持ってる。多分グッズ集めたりとかしないんだよね。あ、だからかもね。うん、DVD は全巻買ったやつある。うん、うん、そうなんだ。うん、くらいで、あとは全然ちょっと見れたんと。うん、へえ、アニメがこんな好きだとは。うん、すごく好きです。うん、ショールームでもアニメトークめっちゃするんだけど、うん、ついていけないっていう人が多い。へー、そうなんだ。うん、ホリミヤの映画、ね、ももちゃん出てたって。映画？あ、うん、実写版。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 そうなんだ。そうなんだよ、知らなかった。そう、びっくりした。見たいね。羨ましいよ。うん、今多分アマプラ出てる。本当？
見ようかな。あり。ゆうなはなんかハマってる趣味。何してるんだろう。でも、うん、インスタで絶対見るのは、うん、料理か、うん、お洋服か、うん、それこそお家の模様替えとか。なんかすごいそれがお家のお家の模様替えすごい。なんか実家にいた時はマジで1ヶ月に1回くらい模様替えしてたの。すごい。そのくらいなんか、うん、コロコロ変えたくなるよね。ね、服とかさ、うん、合わない？よくなんか好きなものとか好きな系統服の、うん、うんうんね、この前パジャマなんか一緒に、あ、そうね、買おうみたいな話、買おうってなってて、まだゲットできてないですけど、うん、楽しみ楽しみにしてる。でもみんな言ってたメンバー、あれナギとかも言ってた。え、やっぱ、え、そう、ナギがなんかファンの人から、うん、いただいたプレゼントがなんかあって、うん、あれかと思ったって言って、なぎちゃんかわいい、そう、まだまだ発売してないんじゃんって言って、うん、発売してないよ、うん、え、聞いて、うん、そう、そのパジャマの話なんだけど、うん、その日あの単位が朝からあったの、うん、で10分前からネットで待って、うん、めっちゃ格闘したの、30分とか1時間とか、うん、買えなくてネットで、だから、うん、店舗にまで行ったの、その後行ったんだ、行ったの、うん、なんかその後お仕事があったから、うん、ちょっとその前にちょっと早めに店舗に行って、うん、その予約できますかとか、うん、発売日いつですかとかも全部もろもろ聞いて、うんうん、分かりましたって言って次の仕事行ったの。すごくない？かつ行動力、うん、こんな行動するとは。いやでも欲しいもんね、欲しいもんね。そう、頑張ります。頑張りましょう。ちょっと発売日、店舗での発売日がまた後日なので、そう、2人で別々にゲットして、はい、ゲットして買います。器用に、一緒に、はい、器用ね。履修登録はちゃんとしました。はい、偉い。しました。終わりました。偉いです。うん。っていうエピソード、最近の。うん。今ね、32分。うん、あとちょっとだ。ね、すごい一瞬だった。え、それ、ああ。でもすごい、こんな落ち着いてコラボ配信したの初めてかも。あ、私も多分なんか話さなきゃ話さなきゃってなるんだよね。うん、全然でも話してくれて嬉しかった。あ、よかった。うん、うん、ちょっと焦った。間が空いたら間が空いたらちょっと焦った。うん、でもすごいみゆちゃんの雰囲気好きって言ってくれてる。うん、ありがとう。こんな感じです。ゆうなと話してる時もさ、こんな感じ？うん。こんな感じ。ああ、こんな感じです。しっとりしてるコラボ名やん本当コンビ名やん。そうだった、うん、コラボ名、まさにしっとりだね、うん、そう、しっとりだね。そうで、ミュート話してるとやっぱ落ち着き出るかも、うん、なんかそれ言ってくれてそう、メールの内容送ってもらったんですなんかメールの何かやったか気になるって聞いてきたかな、うん、メールの内容スクショして、うん、そう、なんで嬉しいね。スクショタイムだって。スクショタイム、ポーズどうする？ピース？なんかやってほしいの？何ですか？ポーズあります？なんかかわいいな、顔面。いや、君もね、うん、なんか見るたび痩せてるよね。そうかな、痩せちゃうの？その場合、うん、食べてるけどね。うん、あ、確かにちゃんと食べるもんねそう、食べたい時に食べてる。でも、あー、それがいいのかも、うん、さっきなんか体型どうやってキープしてるの、うん、みたいな質問来ててさ、うん、そういうのも大事なのかな。食
食べたい時に食べて、ほんとダイエットとかしたことなくてさ、うん、ね、すごすぎる。そう、聞かれるとなんか難しいんだよね。うん、でもちゃんと空腹の時間があるのかな。あるある、お腹すいたってなって食べるからいいのかな、うん、ってな感じ。ではポーズどうしよう。肌、肌食べるのめっちゃ早い、うん、早くい15分くらいで食べちゃうじゃん。早っ、うん、それ一人だからじゃなくて、うん、ショールームやっててもすごっ犬ってすごい焦って食べるやん。うん。え、アオキーさん来てる。え？え？アオキーさん。アオキーさん。アオキーさん。嬉しい。うん、バッチリ。うん。オッケー。じゃあちょっとランキング読みます。はい。ちょっと読んでいいですか？どうぞ。はい。13位、タカットマーク、エイトウシさん。12位、クックアットマーク、ミューディー、イベント頑張れさん。ありがとうございます。うん、11位、カラダニピースさん。10位、カンジャンケジャン、ミューディーさん。ありがとうございます。めっちゃミューディーいっぱいいるよ。ほぼミューディーなんだけど。逆に私の方にいないんだけど、みんな。ちょっと。ありがとう。ちょっと韓国語で読めないんだけど、ミューディーさん。ありがとうございます。はい、8位アットマーク、あ、8位桜もこもかットマークリランチさん、7位 TK とのカットマークタイムナトリドンさん、6位アオキーさん、5位ニューディーさん、なんとかかんとかにはせよう。みんなちょっと。4位 YK アットマークミューちゃんコラボミューディーの皆さん支援ありがとうです。本当にありがとうございます。3位本日のポンツヨさん、2位イナジーアットマークユーナの活躍を応援しますさん、そして1位が科学先生アットマークミューディーさんです。ありがとうございます。たくさんポイントありがとうございます。ありがとう。どうぞ。はい、じゃあ私は13位が4音に、13位おめでとうございます。そして12位がアスランヘルちゃん、12位おめでとうございます。そして11位がウィンパディさん、11位おめでとうございます。そして10位がジアリングさん、10位おめでとうございます。そして9位がホアンさん、9位おめでとうございます。そして8位がラミちゃん、8位おめでとうございます。そして7位がタカさん、7位おめでとうございます。そして6位がヌコッパ、ゆくいちかえよかえよ。そして5位が大粒ちゃん、5位おめでとうございます。そして4位が報われることが少ない後輩メンバーにビスでチャンスを与えてほしいさん、はい頑張れ頑張れ、はい、いやおめでとうございます。そして3位がさとちゃん、3位おめでとうございます。そして2位がリムさん、2位おめでとうございます。そして1位がザジェロさん、1位おめでとうございます。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また配信しましょう。しようね。うん、また近いうち会えるのも楽しみにしておきます、うん、ね。私も楽しみにしております。はい、ということで見てくださってありがとうございました、はい、ありがとうございました。また、うん、行きましょう、うん、またね、みんなありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ私も終わり。